初回版、パリのアメリカ人は、ジョージ・ガーシュウィンが作曲した、公共詩である。ラプソディン・ブルーに次いで、ガーシュウィンの有名な気楽曲であり、シンフォニック・ジャズの一例である。ニューヨーク・フィルの移植を受けて1928年に発表された。1920年代に過ごした、パリの活気に触発されて作曲された、大掛かりな表題音楽であり、 いわば音楽によるフランス気候文である。特定の物語があるわけではないが、自動車のクラクションの利用に認められるように現代の都会の生活や喧騒がウィットを交えて楽しく描き出されている。ちなみに本作のニューヨーク初演のためにガーシュウィンはパリのタクシー用のクラクションをアメリカ合衆国に持ち帰った。初演は1928年12月13日。 カーネギーホールにおいて、ウォルターダム・ロッシュ式、ニューヨークフィル演奏により行われた。諸行と改定校があり、今日頻繁に演奏されるのは校舎である。オーケストラの通常の楽器編成に加えて、チェレスタやサクソフォーンのような近代的な楽器も利用されている。ありがとうございます。